はい、こんばんは。ホッキニッシュです。今日ですね、大阪のミューズに来ています。今日勝手に、あ、ミューズのスタッフの皆さんです。お疲れ様です。お疲れ様です。ですね、今日ですね、なんで僕今日共演なんですけども、そよ風、よし、じゃあそよ風の楽屋に遊びに行っていきたいと思います。はい、楽屋に潜入です。さあ、じゃあご紹介いたしましょう。お、あ、完全に iPhone いじってた。マジで完全にチラッと見てた、はい、いや、ちょうどそよ風の皆さんでーす。ベッド歌 TV をご覧の皆さん、そよ風です。よろしくお願いします。なにわの窓口と言われておりまして、大阪に来るアーティストを全て迎え入れようというね、そうです、思ってるんですけどね、はい、このベッツ歌会、はい、このイベント、まあ、ツアーですかね、そうですね、全国ツアーのイベントですけどもね、はい、僕らの塩さんにですね、はい、名古屋のライブハウスでですね、はい、出会って、出会いました、はい、このチラシをですね、いただいて、はい、出たいなと、はい、ぜひと、いや、もう今回写真載ってますよ、ね、ありがとうございます、ありがとうございます、いや、もう今回写真載ってますよ、すごい盛り上がってる、混ぜてもらえますか、ありがとうございます、ありがとうございます、ねえ、まあこう、まあそのレギュラーメンバーに加えて僕ら仲いい歌丸もね、あの元同じ事務所の元同じ、ああ、松本君も一緒に出ましてね、はい、まあ千畑さんとか、はい、ね、一緒に千畑さんとか、はい、まあアルケミストさんとか僕この前テレビで見ましたし、あ、そうなんですね、ねえ、すごいメンバー、すごいメンバーですよ、ねえ、はい、どう、どれが一番楽しみ、どれが一番楽しみ、そうですね、そよ風が一番楽しみ、そよ風が一番楽しみ、僕らは、ね、楽しみですね、そうですね、うん、僕らはあの大阪と渋谷と2カ所出させていただくんですけどもね、はい、しっかりと大阪は僕らホームなんでね、はい、盛り上げて東京はですね、乗っかろうと思って、はい、乗っかれだよね、本当にね、はい、ぜひよろしくお願いしたいなと思いますし、はい、まあ、そよ風自身もですね、はい、4月14日にアルバムが、はい、出ております。ありがとうございます。トライアングルというアルバムが出たんですけども、はい、まあ、そのアルバムをですね、持ってですね、まあ、もう5月だったらまだまだね、ニューアルバムということ で, ですね、新作で行きますんで、はい、まあ、一人でもですね、まあ、そよ風という名前を、まあ、覚えていただいてね、アルバムを手にしていただいて、まあ、ライブ自体も盛り上がればいいなと、で、ね、よし、喋ってないですけども、ね、一応もう後先になりましたけども、ギターのヨッシーと、ギターコーラスの浅沼優希 と、ボーカルの大根岩です。この3人でですね、はい、イケメン普通ブサイクの3人でご覧いただいて、それいつも言ってるね、それいつも言ってるね、ね、大阪なんでね、はいはい、三段落ちということで、はい、ぜひ名前だけでも覚えてほしいなと思います。ぜひライブの方も、はい、楽しみに待っててください、うん、大阪からそよ風でした、バイバーイ。